ありゃ、よかったらちょっと寄っていかないか。え、なんで。いや、今後一緒に会長選を目指。まあいいわよ。じゃあ寄ってくか。ベトニスフィダーニエと何。いや別に。甘いもの食べないと頭が回らないでしょ。あ、そう、ユキとなんかあった。別に。ユキ、あなたってユキさんと付き合ってるの。違う、断じて違う。でもユキさんは。お前のことをからかって動揺させて楽しんでるんだよ。このままではユキに勝つのは無理だ。ずいぶんはっきり言い切るのね。事実だからな。それくらいユキは次期会長としての地位を確立している。1年の最初は俺とユキ含めて6組、計12人のメンバーがいた。そんなに。半数が脱落したけどな。え、学生議会で半数が脱落ってどういうこと。みんな諦めてるんだよ、ユキ相手じゃ勝てないってな。何なの、女の子とファミレスなんて慣れてるって言うの。ああ、そのおかげで今ではクリーンな選挙ができるようになったらしいけどな。いや、聞いてるか。取られただけ。はあ。いや何よ、元はといえばあなたがそんな態度だから私も調子が狂うんじゃない。意識してないなら意識させればいいのよ。ねえ、別に遠慮しなくていいわよ。はい、どうぞ。ほら早く、これくらいロシアじゃ普通よ。普通に嘘だわこれ。ほら、あー、うん、ついにその一言を。甘いな。